東京スカイツリータウン東京スカイツリーイーストタワー北緯35度42分37秒統計139度48分45.9秒東京スカイツリーイーストタワーは東京スカイツリータウンに位置する超高層ビルでオフィスのほか商業施設などからなる複合オフィスビルである2008年7月14日に着工され2012年5月22日に開業した 地上31階建て、高さは158.00メートル。地下3階では、東武伊勢崎線、京成押上線、東京メトロ、半蔵門線、都営地下鉄浅草線の押上駅に直結する。もともとこの位置に、東武鉄道の旧本社があったことから、東武鉄道が保有しており、東武タワースカイツリーの本社が、建物内に所在している。一般客が、 入場可能なのは B3 階から10階及び30階31階。エレベーターにはオフィス用14機、空待ちダイニングスカイツリービュー専用エレベーター2機、その期間中6階に泊まる場合は30.31階行専用エレベーターは本日は6階にも停止いたします。の案内が掲示されていた。2019年12月からは平日限定でオフィス関係者等も 12階スカイロビーから30.31階直通のエレベーターを利用できるようになった。非常用2機、スカイツリータウンのイーストヤードの一部7機ある。12階にはスカイロビーが、22階にはオフィスエレベーターの立議会がある。 地下3階、1階、12階、12階から22階、12階、22階から29階、1階、4階、5階、6階、12階、30階、31階の全フロア開業当時は、上り専用4階、31階、下り専用30階、5階の運転だったが、後に1階からのご利用だった。1階、30階、31階のみ、停止1階、30階、31階、6階には、 繁忙期を除く平日の未停止。土日祝日、繁忙期は6階にあるつけ麺の専門店である、六輪車、東京の入店待ち列を作る関係で、エレベーター付近が大行列になるため通過となった。1階6階30階31階1階6階30階31階12階には、平日10時30分20時45分の未停止。土日祝日は12階通過となる。 開業当初の坪単価は2万5千円程度と、立地条件に対して賃料が高額であったことから、入居企業がわずか4社に止まっていたが、その後坪単価を1万8千円程度に引き下げたことなどにより、2014年現在では8割程度のフロアがオフィスとなっている。ありがとうございます。